田中スコールズです。イージーハスミです。川越キッカーズです。立ち上がりいって、さあ大好評企画でございます。毎度のことではございますが、ウィナースポーツベットサッカー予想でございますね。 J リーグ第2節予想ですね。はい、第2節予想ということで、もう的中大的中大先生田中スコール先生が本日は、ガンバ大阪対、トス、こちらの試合のスコアを予想していただけるということで、すいません、お忙しい中お越しいただきまして。いやいやいや、ガンバ来ましたか。ガンバです。もうなんですか、ガンバに思い出かなんか。何を隠すと、ガンバサポーターです。え、ご出身でも川越ですよね。もともとガンバ好きで、もう僕はだからその関東に試合に来た時とかは行ったことあります。日立時代とかのレイソルのね。ガン、え、じゃない、長島とか、その、いや古いな。え、長島の時代、え、柏修善、あの最初に日本にいた中国代表のセンターバック。いやいやいや、その古いよ、最近です。鎌本監督よ、93年 J リーグ。いや、僕はね、宇佐美が選手は好きだった。あ、いた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 。腎臓破裂、腎臓破裂しそう。腎臓破裂しそう。あ、じゃあ、え、本並健治腎臓破裂じゃん、93年。いや、もう知らないって。え、いつからガンバファンですか、大体。まあだから、ほんと2000、8、9、10。ああ、でもいいですね。あ、ちょっとあの黄金期好きでしたね。うわー、めちゃくちゃ好きな時のガンバ。とか、まあ、あの、優勝した時も好きでしたよ。あの、2005年かな。あの、天皇杯とかで、あの、バンドさんとかいた時だ。バンドさんいて、マグノアウベス。うわ、出た、マグノ。とか、まあ、バレーとか。うわ、まあ、言ったらアラウージョ。アラはやばかったんで、だってもうそのまま行ったもんね。マグノもだけど、全部行ったよね、あの、カタール系の曲。そうそう。で、中盤がヤットさんいて、ヤッチャ。で、なにわのファンタジスタ。まあ、ファンタジフタか。フタガワ選手やって。フタガワ選手、足のスパイクのサイズ 24.0 センチ。ちっちゃ、俺と一緒なのよ。あ、ちっちゃい、ね。天才フタガワ。天才フタガワで、ファンタジフタって言われてたの。そう。めっちゃ。ガンバサポーター。めっちゃガンバサポーター滑ってるじゃないですか。で、いや、滑ってねえわ。面白いか。うん、まあ、橋本選手とか。うわー、橋本選手。秀夫さん。秀夫さん。まあ、秀夫さん。まあ、入ったしね。あの、代表入ってましたから。で、まあ、明神さんよ。ジンルじゃん。やば。なんで、ガンバー任してください。まあ、最近正直終えてないんですけど。まあ、でもね、いい選手いっぱいいますから。はい。で、開幕、ガンバー、最後、引き分け？引き分けですね。2対2だっけ？に、最後追いつかれた。追いつかれたんだよね。ちょっとね。細貝選手の、細谷選手。細谷選手です。はじめさんはもう、ザスパです。ちょっとガンバ好きすぎて、磯貝の害が邪魔してきた。ヒロミズの方がね、天才ゴルファーね、今となっては。もうお腹ぽっこりですけども。トスの方もいい選手いるんですよ、若手がね。いや再生工場っていうか。なんかね、去年もね、いろいろ選手抜けまくって、青たがりされまくったけども、大躍進解けて。そうですね、まあでも、ちょっと、第一節、まさかの。やっぱそうなんですよね。第一節が、湘南に 5-1 で負けて。いや、正直、ここ当てれた人いないんじゃないかぐらい。いない。だ一番大穴だったんじゃない結構湘南も選手抜けたりしましたから、まあでもそれでも十分か。まあ、ハードワーク同士のね、チーム対決で。そうだね。確かに確かに。ここまで差出るかっていうね。いやちょっと、これ、どうなんですか予想の面でいくと。いや、だから、まあ、宇佐美が、まあ、好きっていうのもあるんで、でも僕は基本好きから予想するんで。ああ、だから、やっぱ好きこそじゃないですけど、そうそうそう。それ大事ですよね、でもね。宇佐美選手が、まあ、遠藤選手の背番号7を引き継いで、で、見事開幕戦ゴールを取ったんですよ。めちゃくちゃいいゴールでしたね。まあまあまあね、試合自体は 2-2 で引き分けだったんですけど、なんでまた攻撃陣引っ張ってくれてるっていうのもあるし、なんか他の選手もすごい良かったんですよ。ほう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 。あ、じゃあ、ガンバはやっぱファンなんで、フルタイムで。ハイライトはフルで。ハイライトフルで。タイムで、そうですね。ハイライトフル視聴。で、まあね、はい、ユース出身者で言うと中村二郎選手とか、キレキレの左の何話のメッシって言われて選手とかもいますし、で、ベルディから移籍してきた山本選手。はい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 。いいですね。詳しいですね。アンカーの位置に入ってね。わとかもいますし、で、まあ、その、スコットランドから帰ってきたメッシの選手とか。ああ、メッシの帰ってきたんだ、天才ドリブラー。結構タレントがね、揃ってるんで。ちょっ
とそれで言うと、はい、小野瀬選手いなくなったんで、あ、そうなんだ、湘南の点取ってた、俺マジでと思って去年なんか変なタイミング出すの、いや、おだって小野瀬本人も絶対契約満了だと思ってなかったと思うよ、だってだからなんか、まあ、そのちょっと前で言うと阿部選手とかも、いや確かに川崎なんか出しちゃって、なんであんないい選手を、みたいな、阿部ちゃんね、阿部ちゃん、まああるんですが、じゃあ予想いきますか。お願いします。でね、ホームなんですよね、ガンバがパナスタで。うん。なんで。やっぱり大阪って応援の力も強いんですか？僕はまだパナスタは行ったことないんですけど、万博は行ってっから。万博行ってんすか？万博競技場行ってますよ。え、現地に？現地行きまして、応援。うわ、本当に好きなんすね。万博行って、で行って、富田新地行って、万博行って帰りにね。ちょっと。あ、料亭ですもんね、飛び出しんち。あ、そうそう、料亭ですよ、料亭。あ、じゃあ、軒先でちょっと、おば様とお話したりして。まあまあまあ、そうですね。まあ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 。で、その帰りに伊勢神宮行きましたね。いや、大丈夫かな、それ。え、そんな人にご利益来る？いや、その、万博はいいけども、ちょっと飛び出しん、あ、まあでもそんなご利益来ますよね、料亭でございますからね。まあじゃあ、ちょっとね、はい、飛び出しんちじゃなくて、はい、まあ、お願いしますよ、ちょっと予想。ガンバ大阪。2-0。ガンバ2-0。スコアラーが、まあ、メッシの選手、宇佐美選手、開幕2戦あるかな。うん、うわすごいな、ガンバ2-0。まあ、トスなかなかまだ修正できないということで、本命ですね、2-0。で、第2予想。はい。トス2-1。逆、ガンバ2-0なのに、このトスの2-1もあるんですか？いや、だからね、ガンバっていうのは、待って、崩れるときは本当崩れるんですよ。あ、なんかそういうことか。そう、やっぱちょっとね、本当にだからシーズン予想でも上位か下位どっちかだと思うんですよ。なるほどね。がない、崩壊したら去年一昨年とかちょっと今苦しんでますもんね、マジで。J2 落ちて戻って優勝とかするありましたね。から長谷川健太の時ね。健太はすごいよな。じゃあこれでまあトス2-1の目もあると。そうですね。そして0-0。0-0。スコアレスドロー。え、点動かない、あります？いやね、ある。これちょっとごめんなさい、0-0の理由、あるっていう理由は、あのトスはやっぱハードワークする。いやいや、てかまあ外しまくる、シュート打ち合いになるけど、キーパーが頑張る。ことごとく、両キーパーの大活躍により、で、トスにはね、ガンバ出身の選手もまあまあいるんですよ。小野裕二選手とか。おー、小野裕二、プラチナ世代。はい。で、あの、堀米選手とか、プラチナ世代が結構いるんですよ。そうなんだ。なんで、ちょっとまあね、プラチナ同士で、いや、なんか、うまいことね。プラチナ同士で、で、消し合う。消し合う。で、0-0。0-0。じゃあちょっとすみません。オッズの方確認させていただきますね。ガンバ大阪2-0勝利。こちら 5.0 倍。まあ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 。で、次がトスの1。トスが2のガンバ1。え、ないんだけど。いや、なくないんですよ、その。あ、ここ。2-1ね。トスが2でガンバ1。8.9 倍。おー。でもあり得るんですよね、これ。あり得るんですよ。で、0-0 5.5。5.5 倍。うわぁ、このあたりか。いや、これなんですか？やっぱウィナーの良さなんですか？これ、あんまりないですよね。ガンバ2-0なのに、トスが2-1って、その、まあさっきも理由述べてましたけど、崩壊だなんだかんだで。うん。え、なんか、2-1多くないですか？さっきから。いや、それは仕方ない。サッカーっていうのは、2-1が一番多い。ああ、でもそっか、日本代表もそうか。そう。ああ、そうだわ。2-1って、一番あるスコアだから、ここを外すことはもうそれボケに行っちゃってるから。あ、逆に。そうそう。2-1ばっかだな、ちょっとやめとこうかな、は、ちょっとそれはできないです、予想士としては。これ、ちょっとまた、ちょっと、懸念というか、ごめんなさいね、これ、ちょっと尺に触るようでしたら。なんか、
今まではノリでさ、メッシだなんだとかさ、いろいろワールドカップノリでさ、そのお金もかけてない状況で当てたりしてたじゃない。はい。で、前回ちょっとお金かけて改めて当たったじゃない。はい。え、なんか今度なんか勝手に一人で当てるプレッシャーになんか、蝕まれてない？大丈夫？蝕まれて。いや、なんか新入団外国人選手みたいな言い方だったけど、蝕まれてるみたいな。正直硬いとこにしかいや、いけなくなっちゃってない？あの頃の自分じゃなくなってる。いやいや、早いです。田中大先生、スコルズさん。田中スコルズさんが自分見失う。自分の芯で書けるんでしょ？いや、まあそうなんだけど、やっぱ、イチローとかも、毎シーズン自分の成績がプレッシャーになってたわけじゃん。いや、対自分なんだ。対自分になっちゃう。マリオカートのあのタイムアタックのゴーストの自分ね。で、常に自分との戦いでスコア予想してる。じゃあ何度も何度もそれも乗り越えてるんですか、今。で、乗り越えた先の2-1。じゃ、これはめちゃくちゃ、もう食ってるやつですね。勝ちに来てるやつですね。勝ちに来てます。当てたいですから、基本は。じゃ、すみません。予想スコア、こちらですね。はい。ガンバ2-0、トス2-1、で、0-0のスコアレスドロー。これも、大、大、大予想。これ、大参考にしていただければということで、はい、ウィナーやられてる方、必ずや、これはね、当たりますので。はい。ぜひ、ご購入いただければということで、ガンバ大阪対、トス。キッカー！あれ、スコールズってなんか新しいの出た！スコアの、スコでもあるぜ。